始まるざますよ。マジでやるのが、ま。メタンちゃん、今日はこれやるよ。98ノートって書いてありますね。1994年に NEC から発売された、インテル 486SX 搭載、コンパクト PC なのだ。右側は、リセットスイッチとマウスボタン。背面ポートは、左から。FDD、マウス、RS232C、プリンタ、アナログ RGB。 左側は PC カードスロット。底面にはメモリカードスロット。残念ながらバッテリースロットは欠品。画面はやばいことになってる。ビネガーシンドロームってやつですね。部屋中に酸っぱい匂いが充満しているのだ。レトロ PC はほぼ液漏れしているので、中身を確認してみよう。パッと見、綺麗ですね。バックアップバッテリーコネクタに6章発見。 バッテリーはきれいなのに、不思議。CPU 基板裏側。PC カードショットの下が、緑の何かが付着してますわね。隣にコンデンサあるし、液漏れしたのかな。CPU 基板取り外すと、下にも基板が、一見シンプルに見えて、部品びっしりなのだ。あら、マウスボタンが壊れていますわね。とりあえず、アルミテープで固定するのだ。こんな感じで、電解コンデンサ交換。 問題のコンデンサ。利面までかなりやられている。念のため、黒基板外してチェック。クリーニングしたら、それほどでもない。利面もなんとか持ちこたえている。コンデンサ交換再開。AC アダクタ持ってないので、臨時端子追加。安定化電源から 14V 供給。無事起動。画面は、まあ、仕方ない。とりあえず外部モニターで動作確認。 問題なさそうだ。まずは、ヒンジカバー取り外し、外枠は、詰め終らないように外す。液晶は、日立製。変更板を剥がすため、場所確認。劣化しているためか、簡単に剥がれる。え、画面割れてる大丈夫、割れてないのだ。接着剤が硬化して、特有の粘りがないので、とても剥がしやすいのだ。カリカリ音が気持ちいいですわね。 綺麗になったのだ。おめでとう。電源入れてっと、なんじゃこりゃ。未免もビネガーしてますわね。頑張ってね。液晶を外して、コネクタ2個取り外し、周囲の爪を外して、バックライト分離。バックライトは問題なさそうね。液晶側はひどいことになっている。同様に変更版撤去。めちゃ大変だったのに、カットだなんて。編集も大変なのよ。変更版、 仮設置でテスト。色も問題なさそうね。この変更版、表裏があるので注意が必要よ。と言っても、接着面を液晶側にすれば問題ないけどね。接着しない場合は注意なのだ。貼り付けに失敗したのだ。気泡がいっぱいですわね。アルコールで濡らしてみたんだけど、一回で決めないとダメみたいだね。気泡は時間で消える場合もあるので。まあ、見えないほどではないな。表面貼り付け。 アルコール使わなかったせいか、気泡でまくり。なんか、でかいゴミも入っている。もうダメだ。一晩寝かしても変化なかったので、表面のみ貼り直し、三箇所埃入ったけど、ほとんど見えないのだ。三枚目でコツ掴んだみたいね。裏面も落ち着いてきて、かなり良くなったのだ。変更版の相性もあると思うけど、DSTN だから仕方ないのだ。 これからも修理系動画作るので、チャンネル登録よろしくなのだ。よろしくお願いします。